何すればいいんだ。お前たちの任務だが。大変です、綱手様。なんだ、想像し。砂隠れの風影が暁の者に連れ去られたと、たった今連絡がありました。ガーラが。五代目、これよりカカシ藩に改めて任務を言い渡す。直ちに砂隠れの里へ行き、状況を把握。その後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。了解。よし、これよりすぐに砂隠れに向かう。砂隠れまでは結構な距離がある。各自遅れないように。よし。での用事は終わったのでな。砂に帰っている途中だ。お前たちこそなんだ、急ぎのように見えるが。そのお伝えしたいことが。なんだった、ガーラが。はい。なんということだ。俺たちはガーラを助けるために砂に向かっている途中だってばよ。テマリさんも。ああ、もちろん、お前たちと共に行く。ここから砂隠れまではまだ距離がある。急ごう。おっ。砂隠れはまだかよ。ナルト、あんたちょっと焦りすぎ。そんなんじゃ体が持たないって。気に食わねえんだってばよ。ね、あいつらが俺やガーラを狙う理由くらい俺にだってわかる。さくらちゃんももう知ってんだろ。俺ん中にキュービの妖狐が封印されてて、暁に襲われたことがあるって。それは。ガーラも俺も体の中に化け物を飼ってる。それが目当てなんだ、あいつらは。それが気に食わねえ。俺たちを化け物としか見てねえ。あいつらの好き勝手な見方が気に食わねえんだ。ナルト、ガーラ、全部俺と同じだった。一人ぼっちで
理解もされなくて。でも俺にはイルカ先生や仲間がいてくれた。だから助かった。だけどあいつはずっとずっと一人だったんだ。たった一人で戦ってたんだ。暁に狙われた。今度も俺と同じだ。それなのにいつも、なんであいつばっかりがそんな役回りになっちまう。だからどうしたってチンタラしてらんねえだろ。大丈夫だ、お前の気持ちは分かってるよ。だったら少しでも早く先に進みたいんだ。ガーラを少しでも早く助けてんだってばよ。ありがとう、渦巻きナルト。砂隠れまで一気に突き抜けてやる。急ぐってばよ。テマリさん、それに木の葉の方々も。ガーラはどうなった？詳しい話はバキさんから説明があります。皆さん、ひとまず風影様の屋敷へ。おう。手まり、それに木の葉の救援部隊か。ガーラはどうなったんだってばよ。残念ながら依然暁に囚われたままだ。追跡部隊はもちろん放っているんだろう。情報は？情報によると、奴ら暁はガーラを連れ川の国へと向かったらしい。川の国か。そんじゃこんなとこでチンタラしてねえで、すぐに川の国に行くってばよ、カカス先生。バキさん、我々はこれより風影奪還の任に入り、川の国へと向かいます。すまん、助かる。ナルト、サクラ、俺は今から木の葉に連絡を入れる。その間に二人はしっかり準備をしておくこと。了解。つい先ほど
カカシから連絡があった。アカツキは風影を連れ川の国へと向かったとのことだ。そこでお前たちにもカカシ藩と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かい、カカシたちと合流。その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。よし、川の国まで一日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もう。よし、みんな、川の国に向けて出発だ。ねえ、そろそろ休憩にしない？この程度で音を上げるのですか？まだまだ修行が足りませんね。なんですって？二人とも、話はそこまでだ。え？何か来る。これは…お久しぶりですね。お前は知っているんですか、ガイ先生。誰だ。おやおや、珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、すぐに思い出させてあげますが。こいつ、とんでもないチャクラの量だ。これが、暁。さて…水分身か。始めましょうか。みんな、二手に分かれて迎撃するぞ。ネジはテンテンと。リーは俺と組め。了解。行きますよ。まだまだいたぶってあげますよ。さすがにやるわね。ならば、こちらも少々本気を出すとしよう。オッケー。吠えますね。あなたたちごときでは私には勝てませんよ。さて、それはどうかな。戦闘開始。エンドスペイン、ライトストレイ。
なるほど。どうやら侮りすぎていたようですね。まあいいでしょう。あなたたちとの遊びはここまでです。終わったわね。ああ、あとはリーたちだが。大丈夫かな、あの二人。ようやくあなたとの決着がつけられますね。お前のことどこかで見たような気がしないでもないような。ダメだ、思い出せん。やれやれ、本当に困った方だ。ではこの大刀サメ肌で削り思い出してもらうことにしましょうか。この殺気、ただものではありませんね。気をつけろよ、リー。少しの油断が命取りになるぞ。押せ。さあ、行きますよ。さすが、といったところでしょうか。なかなかに楽しいひとときでしたが、どうやら時間切れのようです。お前は？残念ですが、あなたとの決着はまた今度ということで。その時まで、せいぜいくたばらないように。なかなかの強敵でしたね。そっちも終わったようだな。
ネジ、テンテン、無事でしたか？ああ、なんとかな。なるほど、そちらも大変でしたね。で、結局、あいつの目的って何だったのかしら？それは…みんな、奴の目的が気になるのはわかるが、このまま足を止めているわけにはいかない。確かに、ネジの言う通りだ。今はカカシたちとの合流を急がなければならん。うん、よし、考えるのはまた今度だ。今は先に進むぞ。おっす。さて、それでは行きますか。お前たちには迷惑をかける。いえ、困った時はお互い様です。すまん。それでは、我々は川の国。マーティってばよ、カカシ先生。気をつけろ、みんな。いきなりですか。こいつは、うちは、イタチ。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。こんにゃろ、俺だけじゃなくガーラまで。お前らは俺がぶっ潰してやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。こいつは俺がやる。なと言っても、別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当はカッコつけて先に急げと言いたいところなんだけどね。俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解。戦闘開始。Oh!
つには勝ったが、なんだこの違和感は。さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、お前、今回はここまでです。消えた。今の引き方、これは。ああ、どうやらあやつの役目はただの時間稼ぎだったようじゃの。時間稼ぎ？先ほどのやつの行動から考えるに、どうやら間違いないようじゃな。やつらは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。美獣？人中力？それって何なんですか？美獣とは、主角や九尾といった王を持つ魔獣のことを指す。九尾。美獣は莫大なチャクラの塊でな、それを軍事利用しようと各国が競っておった。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができるんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印されたもの、つまりガーラのようなものを人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうやればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんな。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だって。ガーラ、俺が助けっから。私はナルト、あんたの。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。術、炎流急封刃。
誰かに必要とされたがっていた俺、どうして、なんでそうなりたかったんだろう。俺はなぜ、俺は。そうだ、俺はあいつのように皆を守り、皆に認められ、そしてあいつのように俺は、俺は。加賀先生、目的地まであとどれくらいなんだ。ここからだともう少しといったところか。よし、待ってろよガーラ、すぐに助けてやるからな。